ワンオクロックは日本のロックバンドである。2005年ギターのトールさんを中心に同じ高校に通う同級生4人で結成したのが始まり、2007年ファーストシングル内皮新書でメジャーデビューを果たし、大型フェスや武道館ライブ、アリーナツアー、ドームツアーなどを次々と成功させていきました。2011年フィフスアルバム残響リファレンスリリース、オリコン週間チャートで2位を記録する。2021年4月ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル主題歌レネゲーズを全ストリーミングサービスで配信開始。自分たちの立っている位置に満足せず、海外での活動に突き進んでいくワンオクロック、とても楽しみ、